皆さんこんにちは。タップダンサーの踊る夏子です。お久しぶりです。結構久しぶりですね。夏かな、前に撮ってたのは。すごく暑い時に撮ってたような気がするんですが、今年の夏は暑かったですね。今年の夏は暑かったですね。はい。私もね、とうとう暑すぎて髪を切りました。でね、切る時に 椎名林檎さんみたいにしてくださいって言ったんですけど、似て非なるものになりました。 当たり前ですよね。もうなんか切れ長の細い目じゃなくて、私どんぐり眼なんで、なんかこの歌のお兄さんみたいになりました、なんとなく。 はい。ですね、ちょっといくつかいろいろなお知らせもあるんですが、まず私本当にやっと鬱を脱却してきたなと自分で感じるのが、割と人がいっぱいいるところにも行けるようになってきたんですね。それで、ヘブンアーティスト活動といって、東京都の大道芸ライセンスを私持っているんですが、その活動の更新のためには、指定の場所で年に1回以上活動しないといけないというのがあって、この2、3年は特別な状況によりできませんでしたという、なんかその報告を書いてできなかったので、それで維持してたんですけれども、今年はね、できるようになってきたので、井の頭公園に行ってみたりして、ちょっとずつですけど大道芸から復帰しています。ですね、他の、舞台だったり学校のイベントだったりっていうのは、うつの間にもできてたんですけど、それは完全にこう守られてる場というか、来る人も分かっているし、道っていうのはそうじゃない場所なんですね。誰が来るか、誰に会うか分からないって、すごく楽しいこともある反面、ヤクザに絡まれたりすることもあるわけですよ。だけど、その自分の心が丈夫だったらね、いろんなことに対処できるんですけど、人がいっぱいいるところにね、なんかほんとこの3年間行けなかったんですよね。はい。それが行けるようになってきました。それでね、プールも復活して、プールトレーニング、それでもね、プールね、混んでるプールはダメですね。ダメなので、朝一にプールのスクールが始まる前の時間帯っていうのは人が少ないんですね。だからそういう早い時間に30分だけガーッと泳いで帰ってくるとか、まあ人の少ない時間を選んでますけれども、プールも行けるようになってきました。はい。ということでね、元気になってきたから、もっといっぱいいろんなお仕事できたらいいなと思っております。はい。で、いろいろね、いただいてるお話もありまして、足音でつながろうプロジェクトの方では、私は知的障害のある若者たちと一緒に作品作りをしていて、それで何をやってるかというと、ダンスとか身体表現だからこそできるお芝居、ドラマをやってるんですね。で、ドラマ、演劇ですね。演劇っていうのは、見てる人が感情移入して見ることができる。ダンスよりも感情移入しやすいような気が私はするんですけれども、ダンスって、ああ素敵って見たり、わあすごいって見たり、いろんな見方があるんですけれども、なかなか感動する、ドラマに引き込まれて感動するっていう踊り手さんは本当に世界中でも限られると思うんですね。素晴らしい人いるんですよ。いるんですけど、まあ限られると思うんですよ。で、それで、演劇を言葉なく体でやったらどうなるんだろうということを、足音でつながろうプロジェクトの仲間とはやっているんですよ。もともと言語がちょっと苦手な人も多いから、
だけど彼らの世界というのはどんなものだろうっていうのを身体表現でやってもらうととても面白いんですね。それぞれに考えていることや観察していることというのが現れてきて、でそれを見た人にも感じてほしいなって思ってやっていますが、その公演がまた12月15日にあります。もうね、告知も出ているので、チラシも出来上がっているので、それぜひ皆さんも予定して来てください。キャパの小さい場所で、渡辺篤さんという現代美術家の方が管理されているスタジオ「アイムヒア」という、具名寺にあるスタジオで行います。26名ぐらいかな、入れるのは。という感じですので、ぜひお早めに、ご予約ください。はい。それとですね、私大学で行われる研究会にお誘いを受けまして、ちょっとタイトルとか忘れちゃったな。すごく面白いんですよ。内側から知るという美術教育セミナーの登壇者として呼ばれています。で、話題提供者としてですね、踊る夏子と、工藤遥香さんというアーティスト、そして小笠原信也さんという耳の聞こえない美術案内人という方がいらして、コーディネーターは細野康久さんというソーシャルプラクティス研究されている方です。はい。これはですね、多様な当事者とともにこの世界を生きることを学ぶというタイトルで、私がアシプロでこうやってきていることをすごくこの方よく長年見てくださっていてですね、今回こうやってお招きくださったんですが、こちらが11月9日に学芸大学、東京学芸大学のW17 2回美術科教育演習室で行われます。2時から5時。はい、こちらもお知らせ貼っておきますね。はいはい。ということで、いろいろね、他にも NPO 法人未来をつかむスタディーズさんという方と鎌倉スクールコラボという鎌倉市内の小学校で行う体験学習にも11月には予定が入ってまして、鎌倉市内の小学校に行くんですけれども、意外とこういろいろなことがね動いています。はい。そしてですね、今週はですね、某テレビの取材というのもありまして、そちらの告知はまた今度決まってからお知らせしますね。はい。ということで、今日は久しぶりのお知らせでした。髪の毛 ちょっと伸びるまで 体操のお兄さんみたいですけど。はい。それじゃあ、皆様、良い秋をお過ごしくださいませ。ではでは。